こんにちは名古屋の伊藤です今日のこの動画では腹腔の動脈について詳しく解剖をしていこうと思いますえ最初にちょっと注意事項なんですがこの動画では腹部の動脈の全てをカバーしてるわけじゃないのでえこの動脈言ってないぞって思ってもそこまで詳しい動脈を挙げていないのでえご了承くださいでは最初に胸郭の方の動脈をね最初にちょろっと見ていこうと思います 上の方にね大きい四角形がありますがここを胸大動脈と言いますねもう心臓から出たばっかりの大動脈のことですねここから分岐している動脈を上げていこうと思いますはい肋間動脈ですね肋間動脈という肋骨の間に栄養を送っている動脈そして 上横隔膜の上側に栄養を送ってる動脈そしてはいそして気管の方に枝を送ってる動脈があるんですね気管支と言うんですがでもこれは気管支ってね肺の方の気管支ではないですね肺の方の気管支はこう書くので字が若干違いますよね こっちでこう書いた気管支っていうのは気管の方に枝を送ってる動脈のことですそして次が食道動脈と言います食道の方にね栄養を送ってる動脈そして重核子と呼ばれる心臓と肺の間のスペースのことを重核というんですがその重核に向かって、えー、血流を送ってる動脈がありますよとそして最後に ちょっとちっちゃくて読みにくいですが、心膜腫と呼ばれるね、心臓を包んでる膜の方にも栄養を送っている動脈がありますよということで、え今日この動画では1、2、3、4、5、6つの動脈について挙げましたが、もちろん他にも今日大動脈から出てる動脈っていうのはあります。では、メインの腹腔の方を見ていきます。はい、では下の方の長方形、大きい動脈がありますよね。これを、 副大動脈と言います、まあ厳密に言うとこの辺もね副大動脈と言えるんですが絵の都合上副大動脈っていうのを長方形にした方が見やすかったので今日はこのこの部分を副大動脈と定義しますそして強大動脈と副大動脈の間にあるこの黒い組織ですねこれが横隔膜ですまあ、ここでね胸隔と まあ副部ってていいうのが分かれていくわけでですねこんな感じでそれでは副大動脈から分かれる、えー、血管っていうのを見ていこうと思いますまずは副大動脈から分かれてそこまで分岐がない動脈について見ていこうと思いますそれでは色を変えまして副大動脈から出る動脈いきます この動画では6つの動脈を挙げました。下横角動脈、副腎動脈、腎動脈。ちょっと絵面は悪いですが、腎動脈と書かずに、えー、統一をしたかったので、人 A は腎動脈と書いてますね。そして、精巣動脈と卵巣動脈です。これはね、性別によって変わるんですね。男性の場合は精巣動脈と呼ばれて、女性の場合は卵巣動脈と言われます。そして、陽動脈。 腸骨動脈ですね。ここに挙げたやつは僧腸骨動脈以外はもう分岐はないんですね基本的にはなのでこのあと僧腸骨動脈からの分岐を見ていこうと思いますこんな感じですねはい。では僧腸骨動脈の分岐を見ていきます 僧腸、はい、骨動脈からは内腸骨動脈っていうのと外腸骨動脈に分かれていますこの動画では内腸骨動脈をメインに見ていきますなぜかというとこの外腸骨動脈っていうのは下半身まあ下肢ですね足とか股関節に血液を送ってるので今日は腹腔にねちょっと焦点を置きたいので内腸骨動脈の方に焦点を置こうと思いますで内腸骨動脈からは5つの動脈が出ていますそれを見ていきましょう はい腸腰動脈上電動脈下電動脈陰部動脈閉鎖動脈ですこんな感じですねではこの動脈からどういう筋肉にね血液を送ってるのかというのを見ていこうと思います腸腰動脈っていうのは基本的に3つの筋肉に血液を送っていますそれが 大腰筋腸骨筋腰方形筋ですね上電動脈というのが3つの筋肉に血液を送っていますはい大電筋中電筋小電筋まあ電筋群なんでね中電筋小電筋というのはちょっと省略して書きました下電動脈っていうのも3つの筋肉を栄養を送ってます 大腿筋、下腿動脈も大腿筋に送るんですね。そして、離腸筋、大腿方形筋です。これを見ると、どの動脈も、まあ、前部に関わる筋肉だったり、股関節の深いところにね、血液を送ってる動脈ですね。で陰部動脈っていうのはえ、今日はね、ここで筋肉をメインに上げているので、陰部動脈はえ省略をしようと思います。そして、閉鎖動脈は基本的に、 体部の内側、つまり内転筋群に栄養を送ってる動脈です。こんな感じでね外腸骨動脈っていうのは、えー、5つの動脈に分かれててそこからこれらの筋肉に栄養を送っていますこれがね、えー、副大動脈から直接腫を伸ばしてる動脈、まあ、そう腸骨動脈を入れるとこれだけの動脈が、えー、副大動脈から出てますよということですね で次にね、分岐してる動脈っていうのを見ていこうと思いますで。次に上げる動脈っていうのは結構分岐が激しいので色分けしてね、左側に書いていこうと思います。それが、腹腔動脈という動脈ですね。ここから出て腹腔動脈になります。腹腔動脈っていうのは大きく分けると3つの動脈に分かれていきます。まず1つ目が、 左胃動脈です。もう左胃動脈はこれだけです。ここから分岐はありませんで。次の動脈が非動脈です。脾臓に向かって結果を伸ばしている動脈ですで。非動脈っていうのはここからものすごく分岐が多い動脈なんですが、今日は1つだけその分岐を上げていこうと思います。その分岐というのが 左胃大網動脈と呼ばれるやつなんですね。大網と呼ばれる胃から出てる組織っていうのがあるんですが、まあ、それらを栄養を供給してる動脈です。これが腹腔動脈から出た2つ目の分岐からですよね。非動脈から来たやつ。そして3つ目、これは分岐多いんですね、また。こっから出たやつが、相関動脈と呼ばれる動脈です。 この相関動脈からも基本的には3つの分岐がありますその3つを見ていきましょうはい固有肝動脈と呼ばれる動脈があるんですね相関動脈から固有肝動脈ねどっちが先かなって思ったら基本的に相何々動脈ってつくとまあ一番大きい部分だなって思っていただいて大丈夫だと思いますさっきの 僧腸骨動脈っていうのもそうですね僧腸骨動脈から外腸骨と内腸骨に分かれていくじゃないですか外腸骨と内腸骨っていう感じでなので僧とつくとあ一番大きいとこなんだなっていうイメージでざっくりとしたイメージでいいと思いますはいでは固有感動脈に戻りましてここから3つの動脈に分岐をしていきます固有感動脈からメタ3つに分かれます 右肝動脈左肝動脈そして胆嚢動脈に分かれていきますこれが固有肝動脈からの分岐ですはい、では相関動脈からの分岐2つ目ですはい右胃動脈ですね腹腔動脈から来たところに左胃動脈ってあったじゃないですかそして右胃動脈っていうのも存在するんですがそれは 相関動脈からの分岐なんですねなので腹腔動脈からなのか、相関動脈からの分岐なのかということを覚えておくことが大事だと思います。これだけですね。では、相関動脈の3つ目の分岐いきます。十二四腸動脈と呼ばれるものなんですねここからも分岐っていうのはすごく多いんですが、ここでは2つの分岐を紹介しようと思います。1つが 右胃大毛動脈ですね左胃大毛動脈っていうのもありましたねでもそれは非動脈からの分岐でしたねこっちは胃十二指腸動脈からの右胃大毛動脈なんですねこの辺もね、えー、覚えるのがすごく大事なんですが是非ねこの動画を何回も繰り返し見ていただいたらと思いますでは胃十二指腸動脈から分かれるまたもう一つの動脈いきます 前後上水十二指腸動脈ですね、まあ、これ分けた理由っていうのは「前上水十二指腸動脈」っていうのと「後上水十二指腸動脈」っていうのがあるんですね、まあ、長いですけど、まあえー、これも暗記なのでしょうがないんですがぜひ覚えてみてくださいこれが基本的にここの腹腔動脈から出た分岐ですね青色で書いてるのがその腹腔動脈から出たシリーズですでは次のシリーズに行こうと思います 次が、えー、さっき青で書いたの次緑色でいこうと思います。ちょっと距離をとって、こっちの方伸びていこうと思います。では、緑色に分類する動脈っていうのを書いていこうと思います。それが、上腸幹膜動脈という動脈です。この動脈から分岐する動脈っていうのを今日は5つリストアップしていこうと思います。 右腸膜、右腸脈,脈,脈,脈、右腸動右腸間血腸動脈と呼ばれる動脈たちですねで。ちょっとね、この上腸間膜動脈が栄養を供給している場所っていうのを見ていこうと思います。はい、ざっくりと大腸とあと小腸の絵を描いてるんですよね。 空腸動脈、海腸動脈っていうのは、まあ、このあたりですね、小腸の動脈なんですね。空腸と海腸っていうのはちょっと違いまして、空腸っていうのは小腸の前半あたりのことを指しまして、海腸っていうのは小腸の後半部分を指しています。まあ、小腸っていう感じですね。場所によって名前が違うだけです。そして、海結腸動脈っていうのは盲腸だったりを栄養供給してますね。そして、右結腸動脈ってどこかっていうと、基本的にこっち側ですね。上行結腸と呼ばれる場所です。 そして中間結腸動脈っていうのが基本的にこの辺り、横行結腸という場所を指しています。この後言う下腸肝膜動脈との境目っていうのがこの辺りにあるので、その時にまた説明をしようと思います。では次の下腸肝膜動脈から派生する動脈っていうのを見ていきます。では下腸肝膜動脈由来をピンクで書こうと思います。 はい、下腸間膜動脈ですね。ここに挙げるのは3つの分岐を挙げていきますはい、左結腸動脈 S 乗結腸動脈そして上直腸動脈ですねこれをさっきの図に戻って説明するとピンク色の領域っていうのは左結腸動脈 S 乗結腸動脈そして上直腸動脈なんですよね こんな感じで、ね、左結腸動脈、結腸結腸動脈、上直腸動脈じゃないですか。直腸っていうのはもうちょっと別の動脈も絡んでくるんで、ざっくりですが、まあ、このあたり一体を血液で供給してるっていうことですね。さっき言った上腸管膜動脈との境目っていうのは、大体この辺にあります。大体目安っていうのが、このあたりなんですね。ここ、左結腸曲って言うんですね。左結腸曲って言います。で、こっちが、 右血腸局っていうんですね。一般的に上腸肝膜動脈と下腸管膜動脈の境目っていうのは解剖書によるとこの辺り横行血腸の大体遠位部の3分の1からは下腸肝膜動脈が栄養供給してるよって書いてるんですが、まあ、僕の知人のねお医者さんの話によるといや大体の目安はこの。 左結腸曲から分岐があるよっていうそういうざっくりした覚え方でいいと思うよって言ってたんで、まあ、解剖書ではねこの辺りからなんですが、まあ、臨床に立つ方の、ね、話からしたらもうざっくり左結腸曲でいいんじゃないかという意見なんですがもしこの動画をねテスト対策とか国家試験の対策にされている方っていうのはそっちのね問題に出る方の覚え方で、えー、ぜひ覚えてもらったらと思います。例えば学校の先生がいや か腸管膜動脈っていうのはもうこっちの三分の一、横行結腸の後半三分の一からだって、えー、教えられたらぜひその覚え方とかね国家試験の過去問でそういう答えってなってるのだったらぜひそっちで覚えていただいたらと思いますそこでね間違った答えを選んじゃったねダメなんでねそこは出題する人の答えっていうのをぜひそこで覚えておいてくださいこんな感じでね今日は基本的に副大動脈から出る動脈のね群を挙げていきました もう一回ね色分けした群で見ていきましょう最初赤で兄弟動脈っていう心臓から出たばっかりの動脈胸腔にね死を送ってる動脈っていうのを見ていきましたもちろんこれだけではないです他にも細かい細かい動脈っていうのはありますそして黄色の群ですよね黄色のそこまでえー、枝分かれがないまあそう腸骨動脈以外はねそこまで枝分かれがない動脈っていうのを見ていきましたまたそれに伴った筋肉への血液供給でも見ていきました 次に青色の群で腹腔動脈から出た枝のグループっていうのを見ていきましたねもちろんここもそれぞれの全ての動脈っていうのは上げていませんそして緑色のグループですね上腸肝膜動脈由来のグループ最後にピンク色のグループで、えー、分かれていきました こんな感じで、ね、今日は5色に分けてえ動脈っていうのをグループ分けしていきました。なんで動脈をね、色分けしようかと思うと、これだけのリストを、まあ動脈っていうと一般的に赤で書かれてるんですが、全部赤で書いちゃうとちょっと目がチカチカすると思うんですよね。今日書いた文章量っても結構多いんで、じゃなくて赤は赤でいいんだけども、 赤は赤でいいんだけども、それグループ分けをしていくと、色分けしていくと、もっとより分かりやすいんじゃないかなって思ったので、今日は5色に分けてやってみました。えー、今日は以上です。ありがとうございました。